私が言った通りにしてください。書いた通りにやってください。あの人がやった通りにしました。この説明書の通りに組み立てました。図の通りに作りました。仕事の後飲みに行きましょう。ご飯を食べた後でアイスクリームを食べる。 運動した後でシャワーを浴びます。お風呂に入った後で出かけよう。夕方、先生に会った後で一緒に食事しよう。メガネをかけて出かける。立って勉強します。傘を持たないで出かける。砂糖を入れないでコーヒーを飲む。 昨日は寝ないで勉強した。階段を使わないでエレベーターを使う。残業しないで早く家に帰ろう。説明書を見ないで作った。ソースをつけないで食べる。パンを食べないでジュースだけ飲んだ。教えてもらった通りにしました。 インターネットで見た通りに作ったらいいですよ。先生の言った通りに薬を飲んだ方がいいよ。このメモの通りにしましたが失敗した。説明書の通りにやってもできなかった。学校が終わった後でアルバイトに行く。アルバイトの後で友達に会う。 友達に会った後で家に帰る。仕事の後でどこかで会おう。日本に来た後で考え方が変わった。今日仕事の後で何か予定ある昼でも電気をつけて勉強する。夏だからエアコンをつけて勉強する。窓を開けて勉強する。 寝るときは扇風機を消して寝る。メモしないで写真を撮る。ベッドで寝ないでソファーで寝る。ケーキは店で買わないで自分で作る。何もしないで家で休む。ゲームをしないで出かけよう。